カウントから打ちましたよね、はい、その前の2ストライク目のボールを見送ったってところがね、カメラにえっと思いましたけども、うん、ああいうバッティングができるんだったらその前のボールもまだ余裕ありましたけどね、はい、そうですね。その田村がそのままレフトに入りました。そしてマウンド上には大原慎二が上がっています。残り1イニングス、ベイスターズからしますとこれで今日勝ちますとドラゴンズ戦も勝ち越しカードということになります。左の藤井、そして高橋周平、左の大原をマウンドに送りました。この大原も貴重な左の中継ぎとして57試合目の登板を迎えます。山崎武史の引退の時間が時が刻一刻と迫ってきました。バッターボックスには藤井です。ボールワンストライク、マウンド上は大原です。高のボールバットは止まったんですがストライクのコールです。2ストライクとワンボール2ストライクと藤井は追い込まれています。まあ点差は1点ですからなんとかこの藤井が出ればというところになるんでしょうけども、そうですね、そのためにこの大原は来てるんだと思うのでね、高橋まではやりができますから。そうですね。アウトコース低めのボール空振り三振でワンアウト。ワンアウトランナーはありません。延長10回の裏のドラゴンズ、まあ、マウンド上の大原は一昨年が71試合、去年は33試合でしたが今年はこれが57試合目の登板。この大原もよく投げてますね。そうですね、貴重な3番ですよね。バッターボックス高橋周平です。初球はストライク、ワンボールワンストライクになりました。今シーズンのドラゴンズの最終戦です。これでバッターボックス高橋周平は追い込まれました。まあ、ドラゴンズはここまで64勝76敗引き分けが3つです。5割を割り込む、まあ、クラスでのシーズンフィニッシュ。今日は大ベテランの山本昌が山崎武史の引退試合に花を添える登板だったんですが、ゲームは延長11回の裏に来て3対4と1点をドラゴンズがリードをされています。センターの前にボールを落としていきます。まあ、チーム最終戦ということイコール
それぞれの選手にとっての今シーズン最終戦ですから、高橋周平からすればシーズンおそらく最後の打席を、ね、ヒットで飾れたわけですよ、ね、そうですね、まあ、左ピッチャーから打ってましたからね、それまでの右ピッチャーからはあまり、うん、特に三浦にはもう全く合ってない状態でしたからね、はい、それがこうやって左に変わって打つことができたっていうのはこれはもう来年に ね、 そうですね、生かさないといけないですね。少しこう体重をと言いますか体勢を崩されそうになりながらもね、あの右手一本でね我慢してますよね、はい、ワンアウトランナー一塁でバッターボックス、堀越が入っています。ここはツーアウト覚悟で送ってきました。堀越送りバット成功、ツーアウトランナーセカンドで田島というところですが、まあ、残っている野手という部分でいきますと、まあ、この岩崎が残っています。今は控えのキャッチャーの3人目のキャッチャーの松井だけです。松井正人だけです。守備体系としては外野はどうでしょう、少し前に来てますね、 前にますね、はい、引っ張った打球はファーストゴロ、がっちりと取って一塁ベースを踏んだ山崎です。試合終了、この瞬間山崎武史の27年間の現役生活がピリオドを打たれました。4対3、ベイスターズがドラゴンズを下しました。